皆さんこんこにちはは佐佐藤藤大輔ですすのラジオ第回よろししくお願いします、はいま今回はメジャースタ生命 J1 リーグ第14節名古屋グランパス対清水エスパルスの展望について話していきたいと思います試合は5月21日明日土曜日ですね14時 IAI スタジアム日本平で行われます、はい、で対戦相手清水エスパルスなんですがここまでリーグ戦13試合を消化して 2勝4敗、7分けということで負けの数はそこまで多くないんですがやはり勝ち数が少ないというところで順位がなかなか上がってこないというところなのかなと、まあ、やはりリーグ戦における、ね、勝ち点3の大切さというものを、まあ、改めて、ね、言うまでもないですけれど大切さというのを認識させられる数字なのかなというふうに思いますで得失点は得点13に対して失点が16。 まあやはりね、失点数の多さというのが気になるなと。まあ、ただ、得失点差マイナス3というのは、まあ、グランパスもこれ同じです。まあ、グランパスの場合は得点が11に対して失点が14。まあ、なんていうんでしょう、点はなかなか取れないけれども、まあ、それなりに守備はと。まあ、すごい盤石というわけではないですけれども、という、まあ、このあたりはね、印象通りの数字かなというふうに思います。でまあ順位でいうと、勝利数が一つ違うだけで、 かなり紙一重の両チームですね、両チームの勝ち点差は1ということなので、明日エスパルスが勝利を収めれば、順位が入れ替わるというような一戦となります。でエスパルスといえば、まあ、グランパス、ルヴァンカップで同グループでしたので、すでにカップ戦とはいえ2勝あ、2試合戦って、2戦戦っていると。で、エスパルスから見ると、1敗1分け。 まあ、グランパスに勝てなかったというところなので、リーグ戦、リベンジをね、という思いは強いのではないのかなというふうに思います。で、 エスパルス、基本的なフォーメーションは4-4-2。で、カップ戦とはいえ、二度対戦しているので、ある程度その戦い方、まあ当然出てくる選手個人は異なるところはあるかとは思いますけれども、まあ、お互いにね、戦い方、ある程度手の内が分かった状態での対戦になると、まあそうなってくると、まあ組織が大切なのは大前提なんですけれども、最後はね、個人の能力、まあ局面局面での攻守にわたってですけれども、1対1でしっかりと 勝っていってほしいなというふうな形です。まあ、なんとかね、それが結果につながってグランパスは勝ち点3が取りたいという試合になろうかと思います。はい、で名古屋グランパススタメン予想なんですが、ゴールキーパーランゲラックス選手、ディフェンダー右から中谷選手、藤井選手、丸山選手、ウイングバック右に森下選手、左に相馬選手、中盤アンカーにレオシルバ選手、インサイドハーフ、稲垣選手。 選選選手手手トップはマテウス井の11名を予想します、まあ、ルヴァンカップ徳島戦から中2日での試合となると、まあ、遠征に帯同していなかった選手は、まあ、あのスタートからなのかなというところもありますし基本的にはやはりメンバーリーグ戦出場時間の多い選手が出るのかなという予想をしています。ただ 2日前のね、あのー、2日前じゃないですね、水曜日の、あのー、徳島戦、結果を出した選手もいるので、ベンチ入りメンバーも含めてね、あのどういったメンバー構成になるのかというのは、非常に楽しみなところではあるかなというふうに思います。はい、で、明日の試合、グランパスとしては、今季初のリーグ戦連勝をかけた試合ということです。勝ち点さんがやはり、ね、大きく順位に影響するので 2試合で勝ち点6が取れるということは非常に大きい、まあ、ここでねグランパス勝つことができればあの注意グループといいますかねそういうところまで食い込んでいくことも見えてくるというところなのでやっぱりなんとか勝ち点3が欲しいとでやっぱり何より水曜日のルバンカップ徳島戦ではメンバーを入れ,つつ入れ替えつつね勝利を収めることができたということでまあ吉田春樹選手が 初得点を決めたりまあ、幸田選手、石田選手まわ、あ、ずかながら豊田選手も出場機会を得るなど、やっぱり若い選手がね。あのー、しっかり試合に絡んでいくんだというね。意欲を持てるような試合だったというふうに思います。まあ、その反面でね。ここまでね。リーグ戦で出場してきたメンバーもまあ、簡単には何て言うんでしょう。メンバー明け渡さないぞというプライドみたいなものあると。 思うのでまあそこのねなんていうんでしょうリーグこれまで戦ってきた選手たちのその思いみたいなものを見せてほしいなというふうに思いますでなかなかな残念ながらと言いますかマテウス選手以外のいわゆるフォワードのポジションの選手にゴールが出ていないとまあ点取るだけがフォワードの仕事ではないというのは事実とはいえやっぱり一番前の選手が点を取るということになってくるとチームとしても勢いが 出るのかなと、まあ、でそういうことも、ね、言われているので明日出場する選手も、ね、プレッシャー感じながらの出場にはなるのかなというふうに思いますが、まあ、そこは、ね、ストライカーたるものここで自分が決めれば、まあ、ヒーローになるんだとその自分の地位を確固たるものにできるんだというようなモチベーションで、ね、積極的にゴールを狙っていってほしいなとで長谷川監督も前日会見で、まあえて技術面だのどうのっていう細かいことは言わずにねその奮起をもたらすような言葉に。 声かけにとどめているというような言い方をしていたので、まあ監督のね、そういった配慮もね、一気に感じてやってやるぞというところでね、明日は結果を出してほしいなというところに期待したいです。で、やっぱり先日のルバンカップ得しません。あの先制点が取れたというのは非常に良かったと思うんですけれども、まあ、それに加えて追加点がね、取れたということは。 勝利につながったのかなとやっぱり2点差というのはね相手に与えるインパクト大きいと思いますし、まあ、勝率もぐっと上がるのかなというふうに思いますなのでね明日も先制点取って追加点取れるという流れになれば最高かなそんな展開を期待したいなというふうに思いますでまあチームはね ようやく少しずつあの上向きにななっているような気はしします少しずつ、ね、結果が重なっているのかな、ただまあそれもね1つの勝敗でまたガタッと変わってしまうということはあると思うので、まあ、だからこそ、明日ねなんとか勝って、あのなんていうんでしょう、得失点差なり勝ち点が詰まっていてもいいので、見た目調の順位を上げるというのもやっぱり精神・衛生上大切だと思いますのでね、ね勝って順位を上げて 勢いつけていって、まあ、ここから上を目指すぞという試合にしてほしいなというふうに思います。グランパスの勝利、勝ち点3に期待をしたいと思います。はい、そんなところで佐藤のラジオ第495回、今回はこの辺りで失礼したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。